相イダム。相イダムは、群馬県利根郡水な町相又、一級河川、利根川水系赤谷川に建設されたダムである。国土交通省関東地方整備局が管理する多目的ダムであり、高さは67.0メートルの重力式、コンクリートダム。東京都をはじめとする首都圏の水亀、利根川上流ダム群の一つである。利根川に合流する赤屋川の治水と、 群馬県営の水力発電を目的としている。ダムによってできた人造湖は赤谷湖、赤谷湖、工術と呼ばれるが、こちらの方が有名である。カスリーン台風によって甚大な被害を受けた、利根川水系の総合的な治水対策を図るため、経済安定本部の諮問機関である治水調査会は、利根川水系に多くの多目的貯水池を建設することを走らした。 総合的地水整備を提言した。これを受けた建設省関東地方建設局は、利根川海底改修計画を策定し、その中心として、利根川水系に9基の多目的ダム建設を計画した。これが利根川水系8ダムであり、すでに利根川本川に藤原ダムの建設が開始されていた。赤谷川では1948年、 昭和23年よりダム建設のための予備調査が行われていた。その後事業は群馬県営の治水事業に移管され、補助ダム事業、赤谷川総合開発事業として1952年、昭和27年により建設が開始され、1956年、昭和31年に本体は完成した。だが、試験的に貯水し、異常がないか確認する。 試験淡水において、ダム左岸部の岩盤から漏水が発生していることが判明、群馬県は建設省に処理を依頼した。このため同年より左岸部の地盤表面にコンクリート舗装を施し射水を図る工事を実施。3年の歳月を経て1959年、昭和34年に処理が完了し、ダム事業は完全に完成した。 これ以降ダムは建設省の直轄管理下に置かれ今に至る。結果として藤原ダムに続く第2番目の利根川水系8ダムとなった。相股ダムは赤谷川及び合流後の利根川沿岸でカスリン台風時の洪水を基準とした計画降水流量毎秒650トンを毎秒330トンに軽減。 毎秒320トンのカットを測る洪水調節埼玉県区市地点において環境水利県分の用水を毎秒140トン確保する不特定利水相又発電所認可出力7 3 0 0ット、桃の発電所認可出力6 2 0 0ットによる水力発電が目的である。後に相又ダムからの河川二次放流水を利用した。 相又第二発電所1 2 0ットが増設されている。いずれも群馬県企業局による県営発電事業であり、群馬県は特に県営発電事業が充実している自治体でもある。現在は首都圏の水亀として重要な役割を果たしており、前橋市にある利根川ダム統合管理事務所によって総合的な管理が行われている。ダムサイトは深く切り立った。 ルイジダニであるため、堤高と堤町の火で堤高の火が極めて大きくなった。縦長のダムでもある。ダムによってできた。赤や細いに佇む。猿ヶ郷温泉は名湯として知られている。元来は赤谷川沿いにあったが、ダム建設に伴い水没した。この状況は八ッパダムと河原湯温泉の関係に似ているだが、猿ヶ郷温泉の場合は？ 源泉が残存したことにより新しい温泉街の建設に力を注ぎ、新しくできた赤や湖湖畔に多くのホテルや旅館たち並び、観光客も多く訪れる群馬県でも有数の温泉郷となった。近くを通る国道17号は通称三国街道と呼ばれ、新潟方面に進むと三国峠を越えることになる。この道は、 古来より越後と上野を結ぶ重要な街道であり、戦国時代の武将、上杉謙信は十数回もここを越えて、関東へ攻め入っている。水上温泉や谷川武湯沢町のスキー場にも近く、観光拠点として発展している。なお、2005年、平成17年には、水上町の推薦により、財団法人ダム水源地環境整備センターが、 選定するダム湖100選に選ばれている。相股ダム完成後首都圏の人口は爆発的に増大し、それに対応すべく、利根川水系の水資源開発は建設省や水資源開発公団、現水資源機構によって精力的に継続されていった。だが1980年代に入ると2、3年に一度の割合で渇水が発生し、さらに昭和化傾向が 地球温暖化の影響もあって、顕著になっていった。建設省は、こうした異常滑水に対応できるような水需給を確保するため、滑水対策容量を貯水地に保有する、緊急水需要対策ダム事業を推進した。この中で、白羽の矢が立ったのが、赤矢川で、相股ダム上流の川越温泉上流部の赤谷川に、川越ダムの建設を計画した。 川越地点に高さ131.0メートルの重力式コンクリートダムを建設し、総貯水容量4600万トンの90%を洪水調節の多浄水道、工業用水に充当し、首都圏の活水対策に強用しようとした。ダムは1990年、平成2年より実施計画調査が行われたが、 その後規模を拡大し、積み高160.0メートル、総貯水容量は7600万トンにまで増大した。だが、首都圏の水需要が伸び悩みを見せるようになり、折からの公共事業見直しの機運も重なって、ダム事業に対する再検討が求められた。その結果、水需要の減少によりダム建設の必要が薄れたことにより、川子ダムの建設事業は中止となった。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。